はい、こんにちは。今日はですね、コロラド州の州外から包丁が結構届いたんで、ちょっとこれを、これから研いでいきます。で、一本ずつちょっと見ていきますね。これは、多分正本総本店の包丁、光琳って書いてあるアメリカの、販売店がの包丁ですね。光琳別扱いって書いてあるやつですけど、まあ、多分見た感じ、正本総本店の包丁で、なんだろうね、銀三なのか VGT なのか、多分ステンレス系だと思うんですよね。で、これは、大体8寸あって、で、裏は結構いい状態ですね。多分ほとんど何も、裏押ししてあるけど、きちんとまっすぐの砥石でやられてる状態、いい感じですね。で、刃先がちょっと立てて研がれてるんで、段刃になっていて、で、切り刃もちょっと多分なんかいろいろやってみたけどうまくいかなかったっていう感じの、切り刃ですね。こういうところを見るとちょっと光がぐにゃんって曲がってますよね。これは結構はまぐり状態っていうか、なんだろうな、丸刃になっていて、っていう感じですね。これをもう少し、ね、この辺とか分かりますかね、光の反射のあれで。これをもうちょっとピシッと綺麗に直していきたいのと、あと少しここが切っ先がこの、つる首状態になりかけ、要はここだけ、ここに反りがなくなっちゃってる。これを、もうちょっと、まあ、ちょっと刃先形を直していこうかなと思います。これいつもね、あれなんですよね、メールでもらったりとか、お客さんからこれでいくらかって見積もり出すときに、その状態まで細かく見れないからだいたいいくらって言って、もうなんかその、ね、お客さんと直に話ができればいいけど、そういう風なのもなかなかできないで、一本一本こうやって包丁届いてからそれをこういう状態ですよって伝えて、どうしますかって言っても口で伝えるっていうのはなかなかやっぱ難しいんで、もうある程度僕に任せてもらって、ちょっと、包丁の長さをが短くなっても僕はちょっと形を整えたいなって思ってるんで、そういう風な、研ぎをやっていこうかなと思います。で、15分ぐらいやってこんな感じですかね。
これはとりあえずこんな感じで大体 OK だと思います。これで手研ぎに入っていきます。次はこれを手研ぎで仕上げていきます。